どうも、あ、これ、これこれこれ今回は、しゃがむといろんな能力を使える世界に来ました。そう、これなんだよ。これが重要。どうも、グカイです。しゃがみが最強ってなかなかなくない？まあ、てことでね、今日もサバイバルやっていこうと思うんだけど、今、砂漠、サバンナ、草原ってあるじゃん。ここの地形が重なる部分を神バイオームって俺呼んでんだけど、神バイオーム出たね。まあ、ここにいると何がいいって言うと、ピラミッドやら村やらの確率がめっちゃ高いの。あ、砦がある。なんだ？あー、なるほど。あ、でも、悪くないな。待って、撤回45個あったんだけど、多くない？まあ、じゃあちょっともらっといて、あ、そうだそうだそうだ。ちょっとこの金ブロックも結構大事になるから、キー取っていきたいな。はいほらね、そう、ここ、神バイオームなんだよ。これ、村見つけました。いや、今日出だし順調すぎるな。まあ、ということで、まあ、今回の目標は、まあ、もちろん、エンダードラゴンをね、倒していきたいと思います。ちょっと待って。あの、めちゃくちゃ関係ない話なんだけど、俺実は引っ越したんだよね。なんか大丈夫かな？なんか俺すごい不自然なんだよね。家がまだ。これでどうしよう。めちゃくちゃ声が響いてたりしたらさ、あの、その場合はマジで。すいません。じゃあまず、こう、鉄塊がまさか45個もあったんで、鉄5個ゲットしたんだけど、すごくない？そんなことある。じゃあまず、まあ、鉄ピッケル。そして、じゃあ鉄剣も作っていこうか。で、まあ、これ、鉄のつるはしで、まあ、金ブロックが取れると。すごい、金ブロックもなんか2つあるわ。ラッキー。よっしゃ、村に向かおう。よし、小麦もめっちゃ集まったわ。あー、痛い！ごめんごめんごめん！たまにミスるんだよな。よーし。で、ちょっとね、エメラルドもね、今日は見つけたいんだよね。でね、たまにこう、村人の家の中に、チェストがある時があるんよ。全然ないな。待って！めっちゃ村人多くない？てか、無職多すぎだろ、この村。みんな働こうぜ、もっと。で、こういうまあ、役職ブロックも取ったりして、あった！あー、エメラルド入ってないか。いや、交換できたらしたいんだけどさ、みんな無職すぎるんよ。こいつは？お！石炭15個でエメラルド1個か。あの、エメラルド2個欲しいから、まあ、いけなくもないな。お！なんか適当に役職ブロック置いたら、ほら見て、小麦20個とエメラルド交換してくれる。よし、これで40個集まったね。よーし、エメラルド2個交換できた。いや、順調すぎるな。あと欲しいのが、なんと、牛肉だね。オッケー、これで、もう作れるな。はい、小麦ブロックも横に置いて、エメラルドを、こう。来たー！カスタムスニークヒーリング。なるほど。あれ？消えた。あ、で、この靴で選べるんだ。はい、ヒーリングでしょ。いきまーす。はい。多分ね、あの、ダメージ食らってないからわかんないんだよね。じゃあ、サボテンとかで食らって、はい。これで？あ！なるほど！すごいすごい！見て、しゃがんだら HP めっちゃ回復するんだけど。え、これ、最強格じゃない？かなり。やっだー、なんか最初にやばいやつゲットした。じゃあ次は、ピラミッド探したいね。まあでもどうせあるでしょう。ここはさすがに。お！あったー！やばい、順調すぎる。え、今日なんか忖度されてない俺。まあいいや、じゃあこっから入っていこうか。まあなんかダイヤモンドとかあったら一番嬉しいけどね。はい、火薬。火薬も確か使うな結構。はい、金リンゴ。はい、金リンゴ、そして、はい。あー。まあ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 。悪くはないと思うな。まあ、そして、そう、目当てはね、こっちだったんだよね。実は、TNT だね。うえーっだー砂漠怖えー。ちょっと待って。痛い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 。めっちゃ回復するわ。まあ、じゃあ、どうせならこの洞窟行ってみようか。うえ、めっちゃおるー。やばい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 。あー、回復しながら。いや、待って、これ無限回復すれば絶対に負けなくない？これ殴る動作と、ついでにこの、しゃがむを、こう、入れとく。え、強くない？もう実質無敵みたいなもんじゃん。何この戦い方。よいしょー、オッケー、片付いたー。これもう連打が早ければ早いほど回復早いわ。こういうの得意よ。ってことで、もうすでにまた作れるのがあるんだよね。っていうのも火薬を周りに置いて真ん中になんと、鉄スルハシを置くと、はい、できた。マイニングスニーク。まあ、これはもうその名の通りだね。ちょっと待って。めっちゃ悲惨な状況になってた、俺。大丈夫。で、これで入れ替えて、はい。これでなんとシフト押すと、どうなる？うえー！めっちゃいい機能じゃん。え？最強すぎない？それは。で、はい。あ、もう鉄とかもちゃんと取れるし、なんか洞窟に繋がったわ。いや、でもちょっと不便かもしんない。慣れないわ、なかなか。いや、もうすげえなー。ちょっと待って、やばい。やばい、やばい、あ、違う、これ入れ替えて回復して、この、ちょっと使い回しが大事。
よし、閉じ込めた。あいつらはもうこっから出れない。で、この、掘れるしゃがみなんだけど、これさっき、鉄ピッケルで、びっくりした。さっき俺、鉄ピッケルで作ったじゃん。あれ実はね、すべてのピッケルでできるんだよね。まあ、だから、ダイヤバージョンも、ネザライトバージョンも作れる。まあ、だけど、まあ、鉄バージョンが一番、コスパ的にいいんじゃないかな。ちょ、怖いわ。こういう深いところに石炭取るの怖いわ。すごい。これジャンプすることで調節できるわ。よいしょ。あ、エンダーマンいるね。待って。やばい。回復しながら、回復が間に合わない。ちょっと待って。うわやばい。なんか、開いちゃった。危ねえ。勝った。いや、すげえいろんなこと起こったな。あとね、エンダーパールも結構必要になる時が来るね。これから。いや、ここめちゃくちゃダイヤありそうだけどな。あっぶね。あーっとよし、じゃあ取ろう。はい。何個？4個。まあまあ、十分でしょう。で、このしゃがみって黒曜石掘れんのかな？取れないんだ、これは。でもね、これね、前進めないっていうのがね、結構不便だな。結構下に行くしかない。ちょっと待って、待って。岩盤壊せる。やばいやばいやばい。やばい、水が消えてる。足場作って、危ねえ。いや、ちょっと怖すぎるな、これ。もうじゃあ地上出ちゃおう。ってことで、もう一応ネザーにはいけるんだよね。まあ、だけど、ちょっと作っておきたい靴がある。靴じゃないわ。しゃがみね、これね。ああ、やっちゃった。じゃあ、皮も集まったんで、皮のブーツ作って、それを TNT で囲むと、はい、TNT スニークってことで、まあ、もう、わかるでしょう。いきまーす。意外と優しい。ブロックは壊れないっぽいね。はい。爆発ダメージがあるわ。はい。いや、強い強い強い。ほら。無限爆発。うるさ。あ、これはでも、初めての攻撃系にしてはいいね。あと、まだ作れるのあったわ。サトウキビ取って、この紙にしてから、これも火薬か？あ、できた！ロケット花火が作りたかったんだよね。よし、これで、これもね、大体わかるんじゃないかな。はい！来たー！ラウンチスニーク。まあ、使うと、いきます。完璧！いや、これが一番、いってー！落下ダメージあんの？やばい。気軽に使えねえ。一番便利だと思ったら、一番死に直結するやつじゃん、これ。どんな爆発よりも痛かったけど。いや、マジかー。まあまあまあ、使い方次第だな、これは。やばい、間違えて飛んじゃった。待って。よいしょ！まあ、こんな感じで水に入れば大丈夫なんだな。これで、もうネザーにもいけるな。あ、やべえ、待って。俺さ、鉄装が全然集めてないからさ、装備やば。しょぼすぎん？まあ、どうにかなるでしょう。お！あ、なんかめっちゃありそうだな。もうちょっと飛んじゃおう。まあ、落下ダメージは、落下するときに考えればいい。あった！要塞！やっぱこれは作っておくべきだったんだな。やっぱこう上から見るとね、ネザーはめっちゃわかりやすいからね。じゃあ、落下のときどうしようか。もうだからほんとギリギリで、あ、こんぐらいね。はい。よいしょー！神！あ、もう余裕だわ。この扱いに長けてる俺。だって、いくよ。はい。やべ、ちょっとこれはやりすぎた。痛い。よし、いたね。まあでも、こいつらに一番相性いいのは、やっぱ回復するやつかな。よいしょー。落とせ。オッケー。まあもうブレイズロッドはこんなもんでいいかな。あ、ガストいるね。実はね、ガストも倒したいんだよね。くらえ！どうだ？いったんじゃね？はい、完璧。で、あ、ガストの涙、落ちてるね。待って、廃要塞もあんのか。ここもね、ちょっと行ってみたいな。これね、金ブロックめっちゃ欲しいわ。ピグリンブルー通る。やばい。やば！ちょっと待って。あ、回復が間に合わない！回復が間に合わない！待って！あ、危ねえ！いけ！ちょっと危ない！危ねえ！回復間に合ったんだけど。あ、宝箱ある！よし！これで、なんだこれは！うわぁ、ここにもいる。よーし！で、チェストは、まあまあまあ。あ、でも鉄、いいね。あ、泣く黒曜石。あ、ね、これ欲しかったんだよね。てか、廃要塞久々に来たな。うわ、ピグリンブルーとマジで多くない？落ちろ！オッケー。で、まあ、金ブロック取って、速攻回復するわ。はい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 ！オッケー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 ！これで、あ、やばい！目に開いた！よいしょ！で、やばいって、やっぱ廃要塞強えな。だが俺の連打力が上回ったな。そして、あーめっちゃ金ブロックある。嬉しい。よーし。そして、あーなんか来てる。はい。おーすげえ。あ、ダイヤ。そうだったそうだった。難しいけど、報酬はめっちゃいいんだ。古代の残骸。最強だね、もう。よし、もうこれで用はない。あー痛い痛い痛い。ってことで、抜け出そうか。はい。帰宅。
よし。よーし、帰宅。まあ、これで、いろんなしゃがみが作れるようになったね。いや、しゃがみが作れるっておかしいけど。よっしゃ、もうこれで、いろんな靴が作れる。まずこれ、テレポートスニーク。靴じゃないんだ。これは、もう見た場所にテレポートできるっていう。まあ、これめっちゃいいね。そして、こう、ネザーレンガに真ん中に時計置くと、タイムコントロールスニーク。どういうやつだ？いきまーす。はい。あ、なんか、夜にするとかやつだと思ってたけど、そういうことじゃないんだ。あー、なるほど。周りにいるモブの動きとかを止められるらしい。へー、強っ。そしてもう一つ作れるんだよね。っていうのが、周りにダイヤ置けば、はい。アップグレーディングスニーク。これがやばいんだよね。これは丸石の上で使用できるやつで、いきます。はい。なんと、石を鉄にします。そっから、はい。金、ダイヤ、ネザライトまでできるっていうね。えぐくない？勝ちじゃん、そんなの。もうこれだけでダイヤ装備もネザライト装備も揃うわ。はい、ダイヤ装備と、これをダイヤピッキルで取ってから、これ村ではゲットしておいたんだよな。これを全部強化すると。はい、やばい。ちょっと強くなりすぎた感あるな。そうだ。あと大事なもん忘れてたわ。それが、これ。トレーディングスニークっていうやつで、なんと、これを使うと、金を持ちながらやるんだけど、はい、どんどん減ってくじゃん。なんと、ピグリンと交換したアイテムが出てくるんだよね。ほら、光の矢とかもあるでしょ。だから俺はめちゃくちゃ金ブロック集めてたんだよね。おー、やば！これでエンダーパールを出します。エンパが、おー、増えた！こうやって増えると、インベントリー見えるからね。まあ、まだまだ金はあるぞ。こい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 、あいー、10個からの、いけ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 これ早すぎるだろ、これ。どうだ、はい、14個来たね。もう、まあ、十分かな。よし、もうこれでいっちゃおう。光の矢もなんかめっちゃゲットしてるわ、ラッキー。ちょっとじゃあ最後にガラス瓶だけ。これはね、ちょっと後ほど使うから持っとくわ。さてことで、どっちだ、はい、あ、そっちね。ほい。ん、え、あ、2人。すご。じゃあ、掘ってこうか。どうだ、あ、あ、過ぎた。よし、着いたね。お、すげえ、アメジストの衝動だ。お、あったー。これで、あーっぶねー、一個ハマってたね。行こう。これ何のしゃがみが一番いいんだろう。あ、まあでも飛ぶやつがやっぱ一番かな。はい、着いたってことで、じゃあ一回飛んで、さすがにネザライトとはいえど、落下は耐えられんぞ、ここは。あ、ちょ、むずいかも。はい。落下しながらなかなか当てんからさ、本当にこんぐらい近づいてからの方が当てやすいね。こうだ。いったー。ちょっとやばい。やっぱ落下時。お、うま。えいー。いってんねー。あ、なんか慣れてきたわ。あ、この最高到達点で撃つと、なんかそんなにブレない。さ、残るはもう柵だけなんだけど、ちょっと待って。これきついな。いや、待って。ギリギリ攻めて、水をね、引ければ、はい。もうこれで着地できると。いや、これいいな。もう、痛い。ドラゴンブレス痛い。さ、上から撃ち抜けたりしない？できるんだ。さあ、もうこれで倒すだけだな。この時間止めんのめちゃくちゃ強くない？てか。ああ。そして行ってアップね。そう、俺がガラス瓶を作ってきたわけ。それは、このドラゴンブレスを回収するため。そして、これから最後のクラフトを始める。泣く黒曜石と、この黒曜石。そして、真ん中にドラゴンブレス。これでエンダードラゴンスニーク、ゲットします。さあ、これの効果は、これだね。いきまーす。はい！なんと、エンダードラゴンソードをゲットできる。で、このエンダードラゴンソード、ダメージ増加10で、攻撃力 13.5 なの。で、ネザライト8だから、もう全然強いんだよね。こうね、あ、来た。これで試し撃ちができるぞ。いきまーす。はい！待って。え、ちょっとネザライトでいきます。いや。バグってるね。こんなはずがない。絶対これなんかバグってるわ。まあじゃあいいや。普通にネザライトで倒すか。あ、これ真ん中来るね。ていうか俺普通に考えたわ。はい。いや、強っ！ネザライト強っ！よいしょー、危ねえ。さあ、そして真ん中に来たね。もうじゃあこれで終わらせよう。はい、とー。はいー、強すぎるやっぱネザライト装備とかも着てるからマジで強かったね。いやでもなんかスニークが能力持つっておもろかったけどな。なんか標準装備してほしいわ。ということでご視聴ありがとうございました。次回見てください。じゃあな！あ、挨拶するとでも毎回落ちちゃうならいいや。